108のなんでやねん。ラーメンあるやん、オムライス食べよう。なんでモズにしようかな。いいよ。なんでいいねん。うわすげえ。ほんまや。いや、来たよ来たよ来たよ。終わりましたよ、はい、終わりました。また来年ということで、はい、そうやな、ほんとごめんなさい。でも大丈夫できた、全然反省して反省します。続いての目的地はですね、厳島神社に行きたいと思います。おおすげえ。いくつかの島に行くってこと？違う違う違う、あの厳島神社の回廊廊下には太い柱があるそうで、はいはい、柱と柱の間の釣り道路は108個あると言われてるんですよ。海中に立つ有名な大鳥居から御本社までは108軒離れてると言われてるそうなんですよ。そんな厳島神社に向かう車内でこんな企画を行いたいと思います。何ですか？108のなんでやねー。今からね、ツッコミ役を1人決めまして、他6人がなんでやねんとその人に言わせます。合計108個なんでやねん言わせたらクリアとなります。なんでやねん、誰言います？ジョー君にと思う。いいっすか、運転しながら。じゃあ、はい、なんでやねん言っていきますね。はい、なんでやねんと思えんことはもう言わなくて大丈夫。違うツッコミ言うわ。違うツッコミもあり。まだ起こしてこれ。なんでやねん。あ、1ね。まだスタートしてます、ね、おい。じゃあそれスタートしてから行こう。ちゃんと説明聞いてください。なんでやねん。はい、これクリアしないと厳島神社に行ってもまだなんでやねんゲームしなきゃいけない。やば、マジか。それでは108個のなんでやねんスタート。ジョー君、運転疲れてきた、俺やろか。いや、なんでやねん、持ってへんやろ。あ、ジョー君、ジョー君、これ回ってるカメラ全部止めていい？なんでやねん、お前 YouTube 上がれへんやんけ。ちょっと俺今坊主にしようかな。いいよ。なんでいいねん。なんでやねんやろ。なんでやねんやろ。でかい。俺はなんでやねんと思えへんかったからさ。おかしいやろ、いいよ。やばい、ジョー君坊主なってんで。なんでやねん、怖すぎやろ俺。昨日ジョー君のお母さんと電話したで。なんでやねん、なんで知ってんねん電話番号。え、昨日ジョー君のお母さんと遊んだで。なんでやねん、おかん昨日大阪やっちゅうねん。え、昨日新幹線ジョー君のお母さん運転してたで。なんでやねん、免許持てへんわ。もしもし、ジョー君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 、電話変わる、電話変わる、ほら電話変わる。いや、なんでやねん、お前靴やないか。ほんで、なんで靴ええ匂いすんねん。おかしいやん、お前。ジャニーズ、これだから困るわ。いい、ジュニアルバーがすごい。え、ジョー君、はい、いつ大阪着く？なんでやねん、今、いくつく島神社行こうとしてんねん。ジョー君危ない、頭からキノコ生えてきた。なんでやねん。適当、適当やな。なんでやねん、 YouTube 撮りながらヒカキンさんの YouTube 見な。15行ったら誰か変わってください、はい、指名しますわ僕。これはどういうこと。なんでやねん、運転中に誰が笑うねん。笑うやん、笑うやん。なんでやねん、でやねん。ナイス、これチームプレイ。なんでやねん。はい、じゃあ続いて大橋お願いします。アイス君、俺と名字交換しようや。え、なんでやねん、俺の名字これ誇り持ってんねん。なんかみんな高速乗るから一旦降りて。いや、なんでやねん。ちょっと待って、降りるわ。真面目。でも、あたりめっちゃ食らない。いや、なんでやねん、待ってるのやろ。なんでやねん、待ってるのやろ。8月といえば、あの歌でしょ、せーの。クリスマス。なんでやねん、なんでやねん、クリスマスちゃうねん。ねえ、ツッコミ上手いるやろ、ツッコミ。ツッコミやすすぎ。流星って家この辺やっけ。うん、なんでやねん。流星してくれた。おい、流星。あ、流星に変わった。乱入なんでやねん。でやねん。主導権変わった、流星になった。昨日流星くんすら飛んでたやん。え、なんでやねん、どうかやねん。飛行機できてまへんねん。あ、だから今日青なんや。そう、スカイブルー言うてな。なんでやねん。もう誰でもいいの、なんでやねん。いや、なんでやねん、誰でもいいやん。もういいやん、誰でもいい。なあ、今から寝ていい。いいよ、いいよ、いいよ。なんでやねん。しりとりします。はい、キリン。終わりやろ。なんでやねん、おかしいやろ。終わってもらうよ。めっちゃおもろい。今のなんで側面にサンドバッグいっぱい置いてんねん。なんでやねん、キーやろ。何個今で30個です。
え、お父さんじゃん、あれお父さん立ててくるで、あのとこ立てたおかしいやろ、お父さん逆タイタニックやろ、あれお父さん、せーの、福岡到着でやれ、もしもし、もしもし、ボケで、はい、布団が吹っ飛んだ、ごめん、なんでやねんって言うかと、なんでやねんって言うかと、マスカド、ごめんごめんごめん、なんかなんでやねんって言わせて、1たす1は5、出へんわ、出た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 、ありがとう、それありやな、こじけんって事務所的に OK、 キリセーフちゃん、あかんやろ、なんでやねん、いいね、いいね、何してる最近、最近はほんまに裸でおる、なんでやねん、なんでやねん、あー、ゴープロや、ゴープロや、ゴープロは、いや、なんでやねん、なんでやねん、なんでゴープロ切れんの、ジュン君なんか最近やったニュースとかあったりする、おかんとみーちゃんがよくオリックス見に行くのよ、あーめっちゃいいよ、それでめっちゃ写真送られてくる、普通のやつかい、なんでやねん、この車のガソリンって水やっけ、違うよ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 、あ、見て宮島まで9キロやって、うわぁ、もうあと1分ぐらい着くで、ね、近すぎる、右見て、なんでやねん、なんか言えや、なんか、なんでやねんゲーム飽きてきたな、なんでやねん、さあ、信じてくれへんかもしれんけど、この企画考えたの大橋くんらしい、なんでやねん、もう1928年の白黒ミッキーやん、なんでやねん、なんでそれわかんねん、大橋君喋らんのなんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、喋れよ、みんなの聞いてちょっと楽しいな、気抜いてるこの人、じゃあ大橋ボケで俺らでなんでやねん言おう、この追加は5キロぐらいもあんで、ほんまに、なんて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 、待って、一番前まで届いてんねん、今ティッシュって丸めたら食べれるらしいで、なんでやねん、なんでやねん、食べてる人もおるやろうけどな、甘い言うてな、ティッシュって、なんでやねん、食べへんわ、え、ラーメンあるやん、オムライス食べよう、なんでやねん、ラーメンはもう一つあんぞ、そうやん、長浜ラーメンだ、あれ福岡やん、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、ラーメンあるやん、オムライス食べようが、ちょっとシンプルかつ面白すぎて、うわすげえ、ほんまや、いや、来たよ、来たよ、来たよ、宮島まであと3キロ、イエーイ、もうちょっと非常食隠しもこいや、愛知隠すな、なんでやねん、ゆうせやはら、ハイチュー、はい、あ、ハイチューちょうだい、ハイチューちょうだい、あ、それはいらない、なれなれロケバス巻いていい、なんでやねん、たかし、なんでやねん、なれやねん、なれやねん、かざね、ちょっと喋って、かざねさ、なんもない、なんでやねん、みんな右トラックやで、せーの、赤身、なんでやねん、待って、目の前にジュニアマンションある、なんでやねん、なんで宮島に建てんの、すげえ、宮島公園、確かにすげえ、横断歩道を待ってみっか、このままちょっと海行く、うわ、すげえ、あ、俺ここさ、来たことない、ないんかい、なんで、あ、どうぞどうぞ、どうぞどうぞ、どうぞ、僕たち7人揃ってピーターパン、なんでやねん、何は男子、聞いたことないよ、あ、いつも車止めるとこ止められてるわ、あれ、なんでやねん、どんな止め方しとんねん、バックトゥーザフューチャーでもあんなとこ止めへんわ、こんにちは、ダーツの旅です、なんでやねん、ガチやないかい、どうもビリヤードの旅です、こんにちは、はじめまして、なにわ男子です、ありがとうございます、運良ければ淡路島行けるらしい、なんでやねん、宮島で泳いでこようかな、なんでやねん、お前風邪ひくやろ、なんでやねん、都合とも間違えてるやろ、サルゴリラ戦うよ、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、惜しい、おかしいやろ今ね、ジョー君マジおもんない、なんでやねん、記念すべき数字100です、きた、あと8個、あと8個、シートベルトの略って知ってる、何、シートベルモット関西、なんでやねん、長なってどるし、長なってどるし、イベント名みたいな、なんでやねん、出ようとすな、そんでシートベルト気づけ、恭平に問題、ででん、パンをめちゃくちゃ発音よく英語で言ってください、せーの、うん、
なんでやねん、ブレッとやこんにちは今、ボーイズビーなんでやねん運転してたおお、なんで今ワイパーしてんなんでやねん、ワイパーと一緒に動くなってる終わりなんでやねんなんでなんでやねん今日ジョー君フェリー乗らへんらしいなんでやねん乗させろ7人で乗させろあ、左肩にサボテン入ってきたやばいな、なんでやねん意味がわからんダコアチコでこれね、車も持っていけるということですごー初めてかも、車で確かに俺も船乗んの初めてえ、すげえ緊張するすげーえ、水の中入んの沈まんのいけるよすげえうわすげえうわきれいきれいきれいいやないのやばいしかもスピードも結構あるけどさ気持ちいい皆さんはいあちらに見えますのが厳島神社でーすあ、ほんま見えるあの赤いとこそうです、赤いのが厳島神社で下回りにあるのがあの大鳥居ですねあれかはいまだ改修工事がされてて今年の12月に終わる予定らしいです工事っていうのが100年に1回とか、これ長い期間で1回なんで、あれを見るの方が逆に難しいです。確かに。部屋や。さあみんな、宮島に到着。すげえ。めっちゃいい。綺麗ね。うわ一気になんか街並み変わるね。変わるね。うわーすげえ。出すくよ。え待って屋根ある。うわめっちゃいいやうわ。はい来たうわ。うわ目の前に鹿いる。みんな見て。鹿。え鹿。すっげえ。お前綺麗な。めっちゃ綺麗。おおすげえ見て。アスがリーダーだからこそグループの結束が強いと思ってます入所当時から一緒の俺からしたらケントが20歳になったのはめちゃめちゃエモく感じます大きくなっていく流星けどずっと甘えてきてね